小学校3年生の時、東京の外れにある僕の小学校に男の子が転校してきた。彼は関西地方の出身で、初めこそクラスのみんな誰もが物珍しがって彼に話しかけていた。彼が関西地方独特のイントネーションで喋るたび、誰もが感心したように、すごいすごい大阪弁だと言って囃し立てた。時に他のクラスの子や別の学年の子が彼の関西弁を聞きに僕のクラスに顔を出すこともあった。しかし彼は恥ずかしがり屋で、自分から話すことは少なく、やがて一人ぼっちで本を読んでいることが多くなった。背がとても小さく、クラスの誰よりも痩せていた彼は、運動が得意とは言えず、さらにあまり勉強も得意ではなかった。やがて彼は転校生というキーの視線ではなく、出来損ないへの嘲笑に似たキーの視線を向けられるようになった。また彼が何日も同じシャツを着ていたり、肩にいつもフケが乗っていたこともあってか、しばらくすると他の子たちは彼をあからさまに避けるようになっていった。そんなある日、僕が家路を歩いていると、彼が商店街にある八百屋と床屋の隙間を見つめて立ちすくんでいるのを見かけた。はじめは声をかけるのを躊躇したが、僕は思い切って肩越しに彼に声をかけた。僕が声をかけると彼は驚いてこちらを振り返り、声をかけたのがクラスメートの僕だとわかると、顔を真っ赤にして下を向いて黙ってしまった。お前んちこっちの方なの？僕の小学校は市営団地に住んでいる子が多く、団地と反対側の商店街に住んでいるのは少なかった。だから僕は初めて同じ方向に帰る子ができたことがとても嬉しかった。黙ってしまった彼に僕が構わず話を続けると、彼はやはり黙ったままコクンとうなずいた。じゃあこれからは一緒に帰ろうよ。僕がそう言うと、ええの？とぽつりと彼は答えた。それから僕と彼は放課後も毎日一緒にいるほど仲良くなった。彼の家は僕の家から2本道を挟んだ歓楽街にある長屋の一棟だった。歓楽街は子供にとってあまりにいかがわしい雰囲気が強くて近寄りがたく、僕と彼はもっぱら僕の家や僕の家の近くの公園でよく遊んだ。彼とは公園でキャッチボールやサッカーをすることもあったが、ちょうどその頃スーパーファミコンを僕が買ってもらったこともあって、僕と彼はよく僕の家でゲームをして遊んでいた。彼と力を合わせてゲームをクリアするのが僕はとても楽しかった。彼とは夕方を越えても遊び、彼はそのまま僕の家で夕ご飯を食べた。彼は悪いからと断っていたが、僕の母親がどちらかというと無理やり食事を進めていたように記憶している。夕飯を食べ終わると彼は僕と一緒に風呂に入り、9時前に彼は僕の父親に付き添われて自宅に帰っていった。一人っ子だった僕は、そんな彼との生活が兄弟ができたみたいで単純に嬉しかった。家の両親がなぜ彼にそんなことをしていたのか僕が理解したのは、彼が風邪で学校を休んだ日の放課後だった。彼にプリントを届けるよう先生に言われた僕は、久しぶりに一人で歩く家路にすっかり退屈しながら、昔彼が話してくれた彼の家の位置を頭に描きながら彼の家を目指した。めったに足を踏み入れることのない歓楽街はゴミが多く少し臭かった。妙にケバケバしい看板と半裸の女の人が写ったチラシが貼られた電柱を眺めながら、僕は少し恐怖を覚え、早足で彼の家に向かった。
そうして見つけた彼の家は、手入れもしてない伸び放題の生け垣に目隠しされるように歓楽街の端にあった。醤油で煮詰めたように黒ずんだ板壁の木造平屋造りの彼の家は、お世辞にも裕福そうに見えなかった。僕はドキドキしながらチャイムを押したが、壊れているのか音が鳴った気配がなかった。仕方なく僕は引き戸の玄関のガラスをノックして声をかけてみた。すると奥から女の人のヒステリックな叫び声と何かがぶつかってガラスが割れるような音がした後、彼が青い顔をして玄関を開けた。彼は僕にプリントを持ってきてくれたことの礼を言うと、パジャマのまま靴を履いて家の外に出てきた。玄関からわずかに見える家の奥に、派手な服を着た女性が立っているのが見えた。おい、外に出ても大丈夫なの？母ちゃんがついでに酒買うてこいって言ったから。それだけ言うと、彼は僕の上着の裾を引っ張って歩き始めた。後ろから彼の顔を覗くと、彼の顔は真っ赤に染まっていた。彼の顔の赤さは熱のせいだけではなかったのは小学生の僕にもすぐに分かった。彼と別れて家に帰った後、夕飯の席で僕は母親に彼の家のことを尋ねた。言いにくそうに口ごもる母親にその日の出来事を伝えると、ようやくポツポツと母親は話し始めた。母親曰く、彼の家は父親が働いておらず、母親も水商売をしているとのことだった。きっと先ほど見た派手な服装の女性が彼の母親なのだろう。言われてみれば確かに彼に面立ちがよく似ていた。そして僕の母親が気にしていたのは彼の体の小ささだった。当時そんな言葉は一般的ではなかったが、母親が心配したのは育児放棄についてだった。そしておそらく母親のその推測は当たっていたのだろう。彼の身長は二つ離れた僕の弟より小さかった。多分彼の小ささは育児放棄による成長不良のせいだったのだろう。かわいそうでほっとけないのよ。母親はそう言うと涙ぐんでそれ以上何も話さなかった。それからも僕と彼とは兄弟のように過ごしていた。家で食事を取り始めたせいか、彼の体も月日が経つにつれて徐々に大きくなり、活発な面も見えるようになってきた。そうなると僕と彼はプロレスごっこをして遊ぶようにもなり、さらに仲良くなっていった。彼とはいろんな話をした。とはいえ、とにかく彼はいつまで経っても無口で、ほとんど僕ばかりが喋っていたのだけれど。そんなある日、彼が不思議なことを口にしたことがある。それは、学校帰りに僕の家に二人で向かっている最中のことだった。突然彼は商店街の店と店との隙間を見つめて立ち止まり、何やらブツブツとつぶやき始めたのだ。あかんねん。いやいや、行きたないねん。彼はそんなことを隙間を見つめながらつぶやいていた。不思議に思って僕も隙間を見てみたが、子供の僕でも通れそうにないほど狭い隙間には、ただ影で薄暗い空間が細く伸びているだけだった。なあ、どうしたの？僕が彼の肩をつかむと、彼はびくりと体を震わせた。振り向いた彼の顔は真っ青で、僕が戸惑いながら彼を見つめていると、
彼はほとんど小走りに近い早足でその場を離れた。商店街を抜け、僕の家の近くの公園にたどり着いたあたりで彼は足を止めた。ちょっと待ってよ、何かあったの？追いついた僕が彼に声をかけると、彼は、誰にも言わんって約束してくれる？と言ってから話し始めた。実はな、僕時々変なもんが見えんねん。変なものって何？あんな、僕な、家とかお店とか建物の隙間に人が挟まってるのが見えんねん。え？僕はな、隙間人間って呼んでる。でな、あいつら僕を時々隙間に誘ってくるんや。それってお化け？わからん。でもな、隙間人間ってみんな優しそうな顔してるんや。だから多分お化けやないよ。意味がわかんないよ。僕かってわからんよ。でもな、すごく優しそうな顔して、辛かったらいつでも来いや、みんな待ってんねんでって言われるんよ。みんな？いろんな人がおんねん。いつも違う人が隙間にいるけど、たまに同じ人が挟まりながら誘ってくることもあんねん。ついてったらどうなるの？はっきりとはわからん。でも多分もう戻ってこれないんやろな。なんとなくやけど、それは感じんねん。いつから見えてるの？昔から？お兄ちゃんがいた頃は見えへんかったんやけど、お兄ちゃんがいなくなってから見えるようになったんや。え、お前お兄ちゃんいたの？わからん。急にいなくなったんや。母ちゃんに聞いても、お兄ちゃんなんて昔からいないって言うし、僕がおかしいだけなのかもしれん。その隙間人間とお兄ちゃんがいなくなったことってなんか関係あんのかな？わからんよ。でもお兄ちゃんがいなくなったら急にこっちに引っ越すことになって、それからやねん、僕が隙間人間を見るようになったの。なんだかわかんないけど、見えても無視しろよ。寂しいじゃん、いなくなっちゃったりしたらさ。うん、そうするわ。ごめんな、変な話して。でもお前にしかこんな話できんやろ。それ以上彼は何も言わず、僕らは黙って夕飯の時間まで公園のベンチで並んで夕焼けを見ていた。僕らはそれからも変わらず仲良く日々を過ごした。彼もあの日以降、隙間人間の話をすることもなく、僕は隙間人間のことなんてそのうちすっかり忘れてしまった。それから1年、2年と過ぎ、僕と彼は5年生になっていた。愛も変わらず僕と彼は学校が終わると一緒に帰り、そのまま僕の家に寄ってカバンを置いてから遊び、夕飯を食べ、風呂に入るまで毎日一緒に過ごした。ほとんど何も変わらなかったが、唯一彼が親に虐待に近い体罰を受け始めたことが大きな変化だった。初めに気づいたのは僕で、風呂に入っている時に彼の背中に小さく丸い火傷の跡を見つけてしまった。父ちゃんが生意気だってタバコを押し付けてきたんや。彼はそう言うと湯船に顔をつけ、それ以上何も言わなかった。僕は母親にそのことを打ち明け、何とかしてほしいと頼んだが、ここに来れなくなるかもしれんから、お願いだから何も言わんといて、と彼が必死に僕の母親に頼むものだから、怪我をしたらすぐに言うことを条件に、それ以上深入りしないことを僕の家族は約束した。
それから風呂に入るたびに彼の体に傷やあざがないかどうかを確認するのが僕の日課になった。彼の体からは毎日新しいあざが発見された。その度に僕の家族は彼の傷に薬を塗ってあげた。僕、中学生になったら絶対あの家から逃げ出すわ。もう本当に嫌や。彼は手当てをされながら涙をにじませてよくそうつぶやいていた。じゃあさ、もう完全にうちの子になっちゃえよ。本当の兄弟になろうよ、僕たち。僕がそう言うと彼は本当に嬉しそうな顔をしていた。そのまま時が過ぎ、僕と彼が6年生の夏休みを間近に控えたある日、彼が突然学校を休んだ。最近は体も大きくなり、昔に比べてだいぶ丈夫になった彼が珍しいこともあるもんだと、僕は学校から預かったプリントを手に、久しぶりに一人で帰る家路を急いでいた。昔ほど怖く感じなくなった繁華街を通り、昔よりもさらに生い茂った生垣を越えて、僕は彼の家の玄関に着いた。念のためチャイムのボタンを押してみたが、3年前と同じく、やはりチャイムは壊れたままだった。僕は玄関のガラス戸を叩いて家の人を呼んだが、家の中からは何の音もしなかった。しばらく僕は待ってみたり、再びガラス戸を叩いてみたりしたが、結局いつまで経っても誰も出てくることはなく、僕は引き戸の隙間にプリントを押し込んでから自分の家に戻った。翌日も、その翌日も彼は学校を休んだ。そうしてそのまま学校は夏休みに入った。僕の母と父は彼をひどく心配し、彼の家に何度も足を運んだが、結局彼はおろか彼の家族に会うことさえできなかった。夏休みの半ばには近所では彼の家は夜逃げをしたのだという噂が流れ始めた。そうして僕はその後彼に会うことはなかった。夏休みが明けるとクラスの誰もが彼のことを忘れていた。先生でさえ彼の机が空席なことには触れず、9月に入った頃にいつの間にか彼の机は片付けられてしまった。クラスのみんなが薄情だとかいうわけではなく、もともとあまり他の子たちと彼が仲良くなかったせいもあり、しかも夏休みという大きなイベントを挟んでしまったことで、みんなすっかり忘れてしまったのだろう。やがて彼の住んでいた長屋も取り壊され、小綺麗なマンションに建て替わった。こうして彼がこの町にいた痕跡さえも消えてしまった。それでも僕は彼のことを忘れたことなどなかった。僕の部屋には彼へのクリスマスプレゼントとして家の両親が買ってあげたゲームのソフトがいくつもあるし、僕のアルバムは必ず僕の横に彼が写っていたからだ。やがて僕は彼がいなくなったことの決着として、彼は隙間人間の世界に行ったと思うようになった。そして思い込むようになってからというもの、徐々に僕にも隙間人間が見えるようになってきた。ただ、僕には彼のようにいろいろな隙間人間が見えるわけではなかった。僕にはいつも彼だけが見えていた。穏やかな顔をして隙間に挟まっている彼は、とても幸せそうに見えた。彼は僕にいつも優しく話しかけてきた。大丈夫か？辛かったらいつでもこっちに来いや。
僕が悩んでいたり苦しんでいたりすると、決まって彼はそう隙間から声をかけてきた。やがて年を重ねるにつれて彼を見る頻度は多くなり、彼は建物の隙間だけではなく、本棚の隙間や机の引き出しの中、列車とホームの隙間などからも顔を見せるようになっていった。ラッシュアワーに揉まれて通勤するときなど、よく彼は僕に声をかけてきた。僕は彼と会うことや話すことを楽しみにして日々を生きてきた。3年生の時に友達になった時と同じように、僕と彼はいつも隙間を返して一緒にいた。僕の行動や言動を気味悪がる人も多かったが、そんなことよりも彼といつも一緒にいられることが僕にとっては何よりも大切なことだった。でもそんな幸せな日々はある日突然終わりを迎えることになった。おとといの夜、帰宅した僕はスーパーで買ってきた惣菜をつまみにして発泡酒で晩酌をしていた。彼も机の上に置いた惣菜の蓋の隙間にいて、僕らはたわいもない話をしながら夜を楽しんでいた。その時、BGM 代わりにつけていたテレビのニュース番組で、保険金詐欺を働いていた夫婦が逮捕されたニュースが流れた。その夫婦は交通事故を偽装して保険金を手に入れたが、些細なことから詐欺が露見したとキャスターは伝えていた。しかしニュースがわざわざその事件を取り上げたのは、逮捕のきっかけになった保険金詐欺ではなく、その夫婦の余罪を特に取り上げていた。その夫婦は過去に自分の子供たちを保険金欲しさに殺害し、保険金をせしめた容疑がかかっているとキャスターは口にした。テレビに映し出されたその夫婦の顔を僕は忘れたことなどなかった。年がいもない金髪、耳にたくさんつけた下品なピアス、目の下のクマ、彼によく似た鼻、彼によく似た唇、彼によく似た面立ち、彼には似ても似つかない半開きで黄色く濁った白目。僕は絶望した。そのニュースを見た瞬間から、どの隙間を見ても彼が見つからなくなったからだ。僕は声を上げ、涙を流して彼を探した。家の中も街中も走り回って探した。でもどこにも彼はいなかった。辛い。彼がいない世界は辛すぎる。だから僕は明日の朝、隙間の世界に旅立つことに決めた。僕には彼のように隙間の世界に誘ってくれる人はもういないから、自分で電車とホームの隙間にでも飛び込んでみようと思う。もしあなたがどこかの隙間に人が挟まっているありえない光景を見たとしても、決して怖がらないでほしい。だって僕らはきっと幸せだから。こんな世界よりずっと幸せだから。それでは皆さん、さようなら。